スの話をしてあげたのに、もう少し危機感を持ってほしいわ。宿敵って、あなたの妹は補欠合格の劣等生なんでしょう。最初はね、いつもそうなの。不器用で上達が遅くて、私が世話を焼いてあげなくちゃ何もできない。だけどすぐに追いついてくるわ。必ずいつも通りに。ずっといつだってそうだったもの。そんで私たちの障害になるって？うん、半年後には最大のライバルに成長してる。かけてもいいわ。さっきから話を聞いててずっと疑問だったんだけど、なんでライバルを全力で育ててんの？お姉ちゃんだもの。妹を助けるのは当然でしょ。それにね、万全のライバルに勝ちたいの。中学では陸上やってたんだっけ？うん、生まれてから妹に一度も負けたことがない。で、今かけっこで勝負したらどっちが勝つの？私が負けるでしょうね。あの子は気づいてないだろうけど、半年後妹に勝つ自信は？もちろん勝つつもりでいるわ。たとえあの子がどんなに強くなっていたとしても。どう？危機感出た？最初から崖っぷちだしな。どうでもいい。どうせ全員に勝たないと上にはいけないんだから。それに花見が妹に負けるようなら、あなたを追放して妹を仲間にするよ。お、ナイスアイディア。すがすがしいくらい仲間意識ないわね。私の前で弱音を吐くのが悪い。つか、さっきが逆の立場だったら同じようにするしょ。するわね。ほら、どのみちユニットを組んだ以上3人で勝負するんだから、何も悩まなくていい、ひるまなくていい。私がいる。もう一度言うけど、琴音、花見、この調子で頑張って。そうするわ、ってまり。ねえ、何？私のことは名前で呼んでくれないの？呼び方なんてどうでもいい。嫌いだって言ったよね。嫌いでもいいから名前で呼びなさい。その方がうまくいく、経験上ね。わかった。さっき、これでいい？ええ、改めてよろしく、てまり、ことね。仲間意識がちーっともないあなたたちのこと頼りにしているわ。